苦しい試合の時、試合に出れない時、支えてくれたものは自信でした。自分なりにやってる、自分の考えたメニューをこなしてやってるっていう自信がありました。だから負けねえ、負けたくねえ、これが僕を作ってる、今の僕を作ってる原点だったなって思います。で、なかなか試合にも出れませんし、なかなか監督から認めてもらえない。あ、これは僕ダメなのかな。でも支えてくれたのは自分です。自分の自信、この時来てる人、継続してるものが自分の自信になって僕を支えてくれました。雄斗高校の中にある環境から見られてる、監督、函館市の人見られてる。で、あなた試合出てないよ、あなた試合出てないよ、なんで俺出ないんだろう、監督なんでよなんだろうと思って時間を潰さないでほしい。俺は全国行ったら、全国で寝られる場に行ったら、俺を認めてくれるやつは絶対いるって思ってほしい。それで取り組んでほしい。で、実際に僕はそれが起きた。18歳で今2年生の人も1年生の人もまだ間に合うし、自分で切り開ける。で、僕は大きな夢がありましたから、この時からプロのサッカー選手が J リーガーになるっていう夢がありましたから、ここでくじけることはなかったんだと思います。だからこれ全部つながってるんですけど、夢があるから頑張れば継続することができた、はい、そして自分自身に自信をつけることと自分を信じることができたのが18歳までの一番でした。すごい、はい、よーい、よーい、2人で交換、スリータッチ以内、OK、スリータッチ以内、落としたら上立て3回、OK、で膝がこの膝より前に出たらちょっと前に来るから、お尻に効かせたら後ろに下げてそのまま待っちゃう。休まない。いや、でもそれ飛ぶ。そう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 30秒かかって、次にステーションもらって、今止まった、頑張る、よいしょ、うわー、はい、頑張る、はい、頑張る、
いいね。ナイス。落とすな、落とすな。はい。オーケー。ラスト。ラスト。頑張頑張。オッケーオッケー。頑張。最後。中心真ん中。オッケーオッケOkay, okay. ラナーじゃない人ずっとサイドステップ、ここの横にはトパソン、横サイドステップね。よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、待って、あれ早く早く、そう、そう、ゴーゴー、ふらはぎ、ふらはぎ、皆さんお疲れ様でした。まずはどうもありがとう。僕もいいトレーニングできたなと思います。やっぱ自分がさっきからやってみて、過去のところがやってどんぐらいきついか、どんぐらい入りにくいかっていうのが分かるから、みんなにこれぐらいの秒数でこれぐらいの強度できるのを提供できるし、また改めてやるとやっぱりきついと思うから、まだまだ俺も成長の、きっかけ、気づき、振り返りになったんで、すごいいい機会をもらいました。ありがとうございました。で、負けじとついてきてまあ、隣で俺はね、一緒にね、やってね、把握しまいながらやってきて、俺を越そうと思ってやってきてるのにも刺激もらえるし、俺もそれに負けない、負けてすごい差ついても、もう一周差ついてやろうとか、もっと自分一歩でもっと、ここまで届くんじゃないかな、そんな感じで、自分と向き合いながらやると、やっぱ俺少しちょっと満足して、
標満足してる。すごいいいこと。やりきったってことで満足してる。みんな満足した？少し。今までよりちょっと頑張れたとか、こういうメニューこなせたとか、そういう満足を積み重ねていくことで、次にチャレンジする。次やるときは、あと一歩多くできるとか、もう一個行ってみるとか、そういうやり方を自分で、トライしながら、いろんなこと継続しながらやっていくことで、見えてくるものがあると思いますので、今回は僕が提供して、1から10、提供して、この中で自分なりのゼロを見つける。そうしたときはみんなは強いぞ。強い。その時に、自分なりのゼロを持って、そこからまた改善できたらさらに強い。そしたらまた新しいゼロが見つかるから、そういうところを大切にして、これからも取り組んでいってほしいと思います。今日はすごくいいトレーニングだったと思います。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。顔が生き生きしてる。そうだね。きつい。きついけど、きついのは当たり前。うん、その先で。このメニューできついとこまでやるのがね。タンパク質の時間じゃないの。タンパク質の時間はあと大丈夫大丈夫。先に入れたから。私先に入れたから。今日はお忙しい中、僕たちのために来てくださりありがとうございました。毎日に感謝されてるされたり応援されていることを忘れないで頑張っていくので、これからも応援よろしくお願いします。レッツゲッ。どうぞどうぞ。生きていく中でゼロ見つけて、どん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 成長していって、チーム勝てるように頑張ってください。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。何これチャンネル登録ありがとう。今回の講義を山下の講義をやっぱり生徒は今自分で体験したことしかまだ経験できてなくて、もっと広い世界が広がっていて、そういう自分の知らない世界を知れたっていうのは、まあ、生徒にとって今回一番大きかったのかなっていうふうに思います。今回ですね、涼介さん来ていただいて、僕たちもそうでしたけど、やっぱ高校生、特に今いる選手もそうですけど、みんなこう小学校中学校とサッカーしてきて、みんな試合に出てた、みんなどっかのキャプテンやってた、まあ、そういう中でみんな自信持ってきている中で、ユートに来て、まあ、試合に出れる出れないっていうのがあって、なかなか評価してもらえるしてもらえないっていうのがあって、その中でモチベーションが保つのはすごく難しい時期にいる生徒たちもすごく多いんですけど、まあ、凌介さんが言ったどういうふうにこうポジティブな気持ちでいるのか、どういう取り組みをするのか、そういうのを今後生かしていってもらえたらなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。中学生から継続するってことが難しかったので、今年の選手権に向けて継続していい結果残せるように頑張っていきます。ありがとうございます。今日の講義を受けて、やっぱ自分たちはネガティブに思うところも、山下さんはポジティブに捉えて自分のプラスになることを思ってプレーしているところが、やっぱ伸びる実力っていうか伸びるあれなのかな。そうだね、はい、ポジティブシンキングで頑張って、はい、これからも頑張ってください。はい、応援します。よし。食生活とか普段の、まあ、練習の行い方とか、一緒に練習して最後まで追い込むところとか、意識高く持ってやってるところとか、プロの意識高いんだなと思いました。お疲れ様でした。お疲れ様です。決めゼリフ、行こう。せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとう。お疲れ様でした。